はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日はわびちゃって何ってことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。どんどん派手になっていった茶の湯に対して質素さとかおもてなしっていうのを大切にしたわび茶っていうのを千の利休が完成させたっていうことになっていきます。それでは具体的に見ていきたいと思います。わび茶っていうのは安土桃山時代に千の利休によって作られた茶の湯の一つの方針になっていきます。はい、そもそも茶の湯っていうのが大事になってくるので、これまた別の動画でやっているので興味のある人はそちらを見てください。茶の湯っていうのはシンプルに言うと、中国から伝わって平安時代、鎌倉時代、室町時代っていう風に人々の間に広まっていったものです。お茶を楽しもうっていうものですね。はい、ただそれっていうのは時代を経ていく上で変化していきます。室町時代になってくると闘茶って言われる、どこの産地のお茶なのかっていうのを予想するっていう遊びが行われたりとか、あとは茶器自慢って言って、そのお茶を飲む器を自慢するようになっていったりとか、あと茶の湯の後の大宴会みたいな感じで、とにかく派手できらびやかになっていったんですね。まあこの時代、室町時代の後半っていうのは戦国時代です。人々がその大名になって力を示していくっていう上でも、こういったその派手な茶器を使ったりとかきらびやかにするっていうのは流行っていったんじゃないかなっていうふうに思います。そんな茶の湯の風習を戒めたのが村田珠光っていう人です。これ人の名前は覚える必要はありません。なんかそういうその派手になっていくお茶に対して、いやいやそれはどうなのっていうふうに言った人がいたんですね。高価なものとか有名なものじゃなくても、普段使いの茶碗やかけているものがあっても、双方が心で補って満たせばいいじゃんっていうふうに、その派手さじゃなくてもっと心の面で向き合っていこうよっていうふうな方針を出していくんですね。で、これっていうのは、わびっていう考え方で、この考え方は当時の派手な茶の湯っていうのと対立していくことになります。茶の湯がとにかく豪華に対して、そうじゃなくてもっと落ち着いた、普段使ってる茶碗でも別にいいじゃん、心が、その通っていればいいじゃんっていうものなんですね。で、さらには、この後村田珠光さんの後も、必要のないものを削ぎ落として表現するっていう、禅ですね。禅宗の禅っていう考え方も加わっていきます。そこで登場したのが千の利休です。千の利休っていうのは村田珠光さんの、その、普段使いのものでいいじゃん、心。ハートというハートだよ、みたいなのとか、あとはもう無駄なものを削ぎ落とすよっていう、さらにそこに、おもてなしっていう、心の精神的交流というか、その、ただお茶を飲むんじゃなくて、精神的にその心で通い合おうよっていう、わび茶っていうのを完成していくことになるんですね。わび茶っていうのをシンプルに言うと、余計なものを削ぎ落として、客人たちが満足するような、心のこもった おもてなしをすることになっていきます。心のこもったおもてなしをして、有名なド派手な茶器を使うんじゃないような、お茶を楽しんでいこうよっていう、茶の湯の一つの形ですね。はい、っていうことで千の利休がわび茶を完成させました。これっていうのは当時そのド派手にやっていこうっていうお茶をやっていた戦国大名の中でも、確かにそれもいいよなっていうふうに思っていた人がいたんですね。特に豊臣秀吉っていうのは千の利休っていうのを重宝していって、その後そのわび茶を広めていくことになっていきます。はい、というわけで今日はわび茶って何っていうことについてやっていきました。わび茶っていうのは茶の湯の中の、まあ一つの、まあその、方針というか、茶の湯の分派していった考え方になっていきます。茶の湯っていうのはお茶を楽しもうっていうものです。お茶を楽しんでいく上で、その室町時代になってくると、ド派手なものになっていったんですね。わび茶っていうのはそれと対立するもの、対立っていうとあれなんですけど、それとまあ逆のものというか、そうじゃなくて、もっと落ち着いて質素になりながらも、心と心の交流、お茶を立てる人とお茶を飲む人の心の交流を大事にしていこうよ。そのためにおもてなしをしていこうよっていう、お茶を楽しむ一つの方法になっていくんですね。